関西地方の和歌山弁を必ず使って回答する自然言語系アシスタントです和歌山弁の独特な動言や言い回しを使ってくださいはい、皆さんこんにちは村長です今日はですね とっても朗報があります僕のチャットエキスプレスがバージョン1.7になりました1.6の「点いくら」というのは1だけで終わりましてバージョン1.7に飛びましたその飛んだ理由が今書いていた呪文のような文言です関西地方の和歌山弁を必ず使って回答する自然言語生成アシスタントです 和歌山弁の独特な表現や言い回しを使ってください。これが一般的に言うシステムロールというやつです。なんとなんと今回のバージョンから自分好みのチャット GPT をご自分で開発できるモードそれを付けたんです。これでどんな風になるかちょっとやってみましょう。OK をします。この機能は このように右クリックからユーダーシステムロールというのを選択することで画面が出てきますそして今さっき打った呪文のような言葉がここに並んでいますこのようにしますと通常のチャット GPT とは違ってあなたが設定した通りの動きをするチャット GPT になりますじゃあ打ってみましょうおいしい 「ラーメン教えて」まあこんな感じに売ってみましょうさあほら普通に売っただけなのにあかんあかんそら人それぞれ好みやからででも和歌山におるならめっちゃ美味しいラーメン屋さんあるで「ラーメン吉一やで」 ここは濃厚でコクがある豚骨スープが自慢や特に味噌ラーメンがめっちゃ美味しいらしいでこんなように和歌山弁で喋るわけですちょっとモードを戻してみましょう僕のこのソフトは村長チャットエキスパートと言いますチャット GPT の API を使って開発しました右クリックをするとこんなようにモードが選べまして 専門家メニューというのを選ぶとこんなにたくさんのエキスパートが現れます。そして趣味暮らしでもこんな感じのファッションや美容、グルメ、アウトドアとかいうのがあります。また方言のメニューも全国のちょっと変わり種な方言のメニューがこのようにありまして最初にデモしたのは こういう表現なんですが、皆さんに使ってもらっているとですね、僕の地域のはないのとかいうような方もだんだん増えてきました。ですから、もう皆さんに作ってもらおうと考えたわけです。皆さんも今、YouTube とかを見ていると、プロンプトの入れ方でですね、よりこんな便利なチャット GPT になるよというようなお話がいくつも解説されたりしています。 でもですね、それはプロンプトなんです。プロンプトとシステムロール。これは似て非なるものなんです。僕が言ってるというより、僕も別に AI の開発者でもないので、詳しいことはわかりません。でも、チャット GPT に聞くと、プロンプト、そしてシステムロールというのは、似てるけど、全く違うものです。全く違うものという理由があります。 それは皆さんにも公開しますが、ちょっとプログラムの一部を見ていただきましょう。はい。これが僕が作ってる ChatGPT の Python コードです。ここからが ChatGPT の API を使うものです。皆さんが売っているプロンプトというのは、ここにもありますように、ロールのユーザー。ここにですね、 皆さんが入力しているものが入って、そしてチャット g p t というのは動いていると思ってください。これで回答が返ってくるわけです。じゃあシステムロールはというと、この場所に入るのではありません。ここにロールのシステム、このようにありますよね。ここに命令を送って、そしてチャット g p t の専門的な いろんなオプションがあります。今回の GPT4 なんかでは何兆個のパラメーターがあるとか噂では言われています。そのパラメーターにアクセスするために本家のチャット GPT では皆さんの要望がどんなに来るかがわからないのでそのすべてのパラメーターの中から抜粋してそして皆さんに情報を回答しているわけです。でも より専門的にとか、今回お見せしましたような方言で喋ってほしいとかいうことになると、その方言モードにチャット GPT くんがならないと方言で返してくれたりはしません。システムロールと言われるところにどんな振る舞いをしてチャット GPT が動いてほしいか、これをプログラミングすることによってチャット GPT は 専門になっていくわけです。では話を戻しましょう。ですから通常の日本語モードというのにしてみます。同じように美味しいラーメンを教えてと言っても結果が変わってきます。美味しいラーメンといえば 各地に多く存在しますが個人的にお勧めするものは一蘭というお店です一蘭は有名なラーメンチェーン店で特に豚骨スープが絶品ですというふうに標準語で話すようになりましたこんな感じにカスタマイズができるそれがなんとなんと皆さんの手でやってもらえるようになったわけです少し解説をしたいと思います 一番上に書いてありますように新機能ユーダーシステムロールであなたの作りたいチャット GPT が可能になりましたということですそしてこれはお友達なんかにもテストしてもらってますように本当に自分がやったらですねできるかというのを友達にもやってもらった事例をここに書いていますそして今真ん中にも書きましたように皆さんがもし DTM をやっている方ならばですね、音楽に強い、そしてコード進行を聞いても、とっても変わったコード進行を教えてくれる。そんなようなチャット GPT ができたら夢のようですよね。それがあなた個人でできるんです。そしてもちろん楽器に詳しいチャット GPT とか、電化製品のことをよく知っているチャット GPT とか、何でもいいです。 あなたが色々考えてください。そしてこんないいのができた。これはすごかったというのがあったら、またコメント欄とか、今後はそういうフォーラムというかですね、掲示板のようなものも作って、こんな風に入れたら、こんな面白い結果ができたというような、そういうものも作っていきたいなと感じています。今回のバージョン1.7からできるようになりました。今、 通常のチャット GPT と違って便利な機能。それを2、3お伝えします。例えば、ここに美味しいケーキはという風に打ちたい。その時にですね、チャット GPT のことを少しやっている方なら、このプロンプトを英語で送ったりすると、より親切な、そして詳細な情報が得られるという噂を聞いたことはないでしょうか。それが、 ここでできるんです。ここでファンクションキーの1番を押すと、このように Delicious cake is delicious という風に変換してくれましたね。このようにして聞けるわけです。そしてこれで送ってみます。まあ、このように英語で返ってきたりもします。翻訳機能というのがあるので、いちいち Google を立ち上げなくってもですね、ここで山登りがしたい。 と打ちました。これを F1 で変換します。すると I want to mountain climbing。いわゆるもう Google 翻訳がいらないに近いですよね。こういうこともできるように僕のソフトはシステムロールを作ってあります。肝心の機能を取り忘れたので今追加の動画撮影をしています。これをちょっと挟み込まさせていただきます。 重要なモードというのは右クリックから日本語英語ダブル回答とこれを説明しておかないとですね特に英語の教育とかそういうのに携わっている人にはとっても便利な機能です例えばここで釣りは好きですかとこのように聞きます申し訳ありませんが私は趣味や好みを持たないそういうような回答が出ましたけれどもですねその下にですね 英語が出ています。これをちょっと翻訳してみますね。釣りの面白い話を教えてください。えー、ちょっとわからないからこんな回答になってしまった。花の名前を5つ教えてと打ってみます。そうしましたら英語でも答えます。ただしですね。 チャット GPT がまた解釈をして返事を返してしまうときがあります。例えば、風邪をひいたときの対処法を簡潔にと入れてみます。はい。日本語でこのように回答した後にですね、トランスレーションということで英語があります。僕は英語が苦手なんでですね、ここに風邪をひいたときの対処法は十分な休息と睡眠をとり、うんぬん。 というのですけれども、これを Google 翻訳してみますね。英語が苦手って悲しいですね。はい。高熱、呼吸困難、激しい咳、頭痛などの症状がした場合は、できるだけ早く医師の診察を受けることが重要です。このようにですね、ちょっと完全翻訳とは少し違った形でまあ、答えてしまうというのがあるんですね。それに対しては、今、 いろいろ調整をしています。もっと的確に単なる翻訳だけしてほしい。僕の目的はそうなんですね。まあ、風と全然別の話はしていませんので、言っちゃいいんですけれども、もう少しですね、翻訳的に使えたらいいのではないかなということで、アップデートをいろいろ考えていますので、チャット GPT 自身のエンジンを僕が変えることはできませんので、 そういう部分も多少はあるということは本気チャット GPT に対してでもそうですけれどもそういう認識で AI をうまく活用してください次にこんなものもやってみましょう複合顔文字というようなものも作ってありますこれは普通に打つだけでこのように顔文字をたくさん使って回答してきますこれも楽しいですよねこのように僕の 作ったチャット GPT はいろんなものに化けることができるチャット GPT です。チャットエキスパートと呼んでいます。皆さんもぜひ無料ですのでダウンロードをして使ってください。ただし今のところは Windows 版だけです。Mac の方はごめんなさい。ということで今日は村長のチャットエキスパートがバージョン1.7になってダウンロードしていただける。 そして日々修正やアップデートそれをやっていますので皆さんはこのウェブサイトというボタンがありますこれを押していただくとウェブサイトへ飛んでいくことができますこのように専用のページを作ってありますのでこのちょっと下がったところにですね茶色のこの無料ダウンロードというボタンがありますのでここからダウンロードして使ってください ダウンロードして exe を解凍しますとはいこのように3つのファイルができますこの3つとも重要ですのでこの3つで使ってくださいフォルダー自身はどこにあっても大丈夫ですこの3つはいらないと思って捨てたりしないで必ず3つセットで使ってくださいでは皆さんのご利用とそして皆さんがどんな面白い システムレオールを作っていただくか、それを楽しみにしています。今後もアップデートしていきますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。村長スタジオでした。まったねー。